今日は初代タイガー引退と解明の謎3ギャラクシータイガー編というのをお送りしたいと思います。で、これまでこの初代タイガーの引退と解明シリーズっていうのは2つやってて、その1がフライングタイガー編っていう、あの1983年の夏にタイガーマスクが消えるっていう、それで新しいリングネームで帰ってくるっていうリングネーム当てクイズとかやったんですけど、その時のリングネームが何になったのかっていうものをその1でやったんですね。で、その2では初代タイガーが新日本プロレスを辞めて復活するまでの暗躍していた2人の男、新馬久志と庄司コンチャのタイガーをめぐる駆け引きについてやっていきました。それがザ・タイガーと、ライダー・イン・ザ・スカイ編ですね。で、今回はそのこのシリーズの最終回、その3になります。ですので、あの今までの 1,2 をできれば見てからこれを見てほしいんですね。そちらの方が流れがよくわかると思いますし、すごく面白い、まあ事実ですけどお話なのでおすすめしますって、自分でおすすめしてどうするんだって話ですけどね。で、最初に断っていくんですけど、この3番っていうのは事実というよりはかなり考察とか想像の部分が大きいものなんですね。まあ、それって個人の妄想ですよねって言われたらそれまでなんですけど、でもかなりその事実関係を探って資料も集めてやったものなので、まあ少し1番2番よりはちょっと信憑性には欠けるものなんですけれども、すごく自分なりに調べて考えて作ったものなので、まあちょっと話半分で今回はよろしくお願いします。それではいきます。で、まずはこのマスクをご覧いただきたいと思うんですけど、ちょっとオレンジ色がかった、まあ、タイガーマスクの矢切りタイプのマスクで、額のところにこう青く北斗七星みたいな宇宙柄が入ってて、まあ、耳のあたりとかもちょっと白く違ってて、で、ボアのヒゲの部分にはちょっと色がついてますね。で、これは何なのかっていうと、これは G スピーツ54号に掲載されていたカズ・ハヤシが所有していた謎だらけのタイガーマスクっていうものなんですね。これはユニバーサルって、旧ユニバーサルってありましたよね、ルチャの団体。あれの事務所に飾られてたマスクなんですね。で、カズ・ハヤシが入団するっていう、カズ・ハヤシの入団っていうのは1991年なんですけど、その前からユニバーサルの事務所に飾ってあったものなんですね。で、それをカズ・ハヤシがデビューする時かなんかに、代表の新馬久常さんって新馬久常さんの息子さんですね、からカズ・ハヤシが譲り受けた形になってるっていうものなんですね。だからカズ・ハヤシの個人所有物なんです。で、記事ではこれは1983年のタイガー解明騒動の際に作られたスペースタイガーのマスクなんじゃないかっていう仮説がドクトル・ルチャかなが展開してるんですね。僕の尊敬するドクトル・ルチャ先生ですけど、でもその G スピーチにちょっと反旗を翻すようですけど、僕の解明のその引退と解明の1って、このシリーズの1番で僕が紹介した通りに、あの時に予定されていたのはスペースタイガーではなくフライングタイガーだったんですね。これはもうほぼ間違いないんですよ。そしてその変身するマスクのデザインもカズ・ハヤシが所有してたタイガーマスクとは全然別物なんですね。全く違うコンセプトのマスクだったんですね。で、これもまあ一応見ていただければ分かるんですけど、まず間違いないっていう。だからこのカズ・ハヤシが持っていたマスクってのは何なのかっていう、それを今日は追っていこうと思ってるんですね。で、初代タイガーマスク佐山悟は1983年夏に新日本プレスに辞表を提出して電撃的に引退したんですね。これは真夏の悪夢って言われてるタイガーマスク引退事件っていうものなんですけど、まあそれについては一で語ってるんで割愛しますけど、まあそのタイガーマスクのその突然の引退の裏で動いていた男が庄司コンチャなる怪しげな男なんですね。この男が裏でタイガーマスクを当時コントロールしていたんですね。で、これ1000年に1人の怪しい男って書いてますけど、本当怪しいんですね。で、当時佐山のそばにいた山崎とか、あと
なんだっけあいつちょっと名前ど忘れしちゃいましたけど、そういう弟子たちがなんで佐山さんはこんな怪しい男を信じてんだろうって言ってたらしいですけどね。これはもう常々思うんですけど、詐欺師ってのはとにかく自分が狙ったターゲットだけは信じ込ませるんですね。周りから見ればこれほど怪しい人間いないのにどうしてって思うんですけど、狙った人間を落としてるっていう、その辺が変な話ですけど詐欺師の才能なんだろうなと思うし、庄司こんちゃもタイガーをしっかりコントロールしてたんですね。でこんちゃはタイガーを自らのコンチネンタルプロモーションという会社これも怪しげですね多分庄司こんちゃだからコンチネンタルプロモーションだと思うんですけど、もう怪しいにも程があるだろうっていう、そこに所属させて、まあテレビ局などで売り込みをかけていったんですね。あと団体とかね、うん、でタイガーはこのコンちゃんのもと、なんていうかこれ見てくださいねヒーローショーまがいのこうイベントもこなしていったんですね。これ山崎がこうお兄さんでね、司会の女の子がいて、でタイガーは着ぐるみ担当みたいなこんなイベントもこなしてたっていうね、なんか切ないですよね。これなんか物悲しにも程があるって、あの後ろのあのタイガーマスク改めザ・タイガー来るってね、それがもう寂しいですね。タイガーマスク改めみたいな、まあ騙されてますねって思うんだけど、本人は分かってないですね。そしてコンチャはジムも立ち上げて会員を募っていったんですね。これなんか前なんかの動画で上げたら結構自分も会員でしたっていう人がいて、いやーなんか世の中狭いなって思ったりもしたんですけれども、でもそんな状況でやっぱタイガーってのは多忙だったんで、あんまり道場に顔を出してなかったそうなんですね。それゆえジムのトレーナーってのは、まあ山崎とか、まあまだ経験の浅い時代の山崎ですからね、あとは入ったばっかりの宮戸とか、まあ指導経験のない若者がこう若者を教えていたっていう。でコンチは何をしようとしてたかっていうと、そこを拠点にいろいろ販売して、まあグッズ販売で儲けようとしてたんですね。だからコンチはタイガーをネタにして T シャツとかトレーナーとかステッカーとかね、あとそのものズバリマスクとかも販売してたんですね。だからなんかここでマスク買った人とかいて、しかもそんな高くない値段で本物のマスクがタイガー仕様のマスクが買えてたっていうんで、当時この近所に住んでたら僕も買ったのになって思ったりもするんですけどまあ変わんないね本当何十年経とうが。でなおかつコンチャってのは当時では珍しい高性能のビデオカメラも所有してたんですね。だからその試合じゃなくてタイガーが山崎を相手にしたこうプロモーション映像っていうかね、そういうものを撮影してそれをセルビデオとして売り出していたんですね。まあなんか先見の目あるって言えば先見の目ありますよね。で海外で試合も収録して、それをなんか現地滞在期みたいな、ウルルン滞在期みたいなものにしてテレビ局に売る方法も考えてたんですね。だからやり手だなって結構思ったりもします。で実際にビデオマッチとしてダイナマイトキットとの試合も企てていたっていう。でもまあいろいろ問題があって中止になっちゃったそうなんですけど、まあアイディアとしてすごいなんか先見の目があるって、ワンマッチっていうかそれをビデオ販売でやるっていう、でもちょっと1984年だとそのビデオ販売でやるっていうのはビデオの普及率がまだだったんでちょっと早すぎたかなって。1986年だったらバッチリ決まったと思うんですけどね。まあそういうこともコンチャやってたっていう、まあやり手ですね本当。でコンチャは当然その先も見据えていて、コンチャは究極の目的としてこのタイガーを、このタイガージム所属選手、つまり自分の手駒の選手として全日本に売ろうとしていたんですね。まあ結局そういうことかって話ですけどね。しかしコンチャの要求したギャラが1億5000万円だったかな、契約金5000万円のギャラ1億円とかで、まあかなりの高額のギャラなんですね。それに対して当時全日本プレスと関わっていた新日本プレス工業社長の大塚直樹が猛反対するんですね。そんなわけで大塚の進言を受けた馬場は全日オリジナルの2代目タイガーを自らの手で誕生させる決心をするんですね。まあこれ写真で素顔力が強すぎる2代目って出てますけど、三沢ですね。これにより三沢タイガーを誕生させるから庄司こんちゃとは手を組まないよってことになったんです。でこんちゃはまあそれによって全日本は脈なしって諦めるんですね。で UWF の方の
無限大記念日にタイガーをこうスポット参戦させようとしたんですね。でそのスポット参戦が決まって、タイガージムと UWF が合同練習ってのをするんですけど、その際にタイガーってのは当時あの UWF のレフリーをやってた北沢さんに、ゴンチャは良くない噂があるよっていう話を聞かされるんですね。でここでようやくもう周囲がもうどうして佐山さんは庄司コンチャなんてのに浸水してるんだろうっていう佐山が、ようやくここでコンチャに対して疑念を抱くようになってったんですねって。まあ遅すぎるよって話なんですけどね。で一方の馬場ってのは大塚直樹の率いる新日本プロレス工業がプロデュースした全日本プロレス田園コロシアム大会でミサを2代目タイガーマスクに変身させデビューさせたんですね。しかしその後に及んでなんですけど、馬場はあのザ・タイガーの無限大記念日の出場が決まった後も、まあ佐山に対する興味を失ってなかったんですね。これが歴史のあやっていうか、馬場は佐山悟個人を評価して彼を手に入れたいってこの後に及んで考えていたんです。でここで一休みで、当時流行っていた男性アイドルについてお話ししたいと思います。まあ見れば分かる通りチェッカーズとキッカー工事ですね。この1984年というのはこの2組の、まあ、2人がこう大ブレイクした年だったんですね。で1984年の年明けからこのチェッカーズがぐいぐい人気が出てきて、クラスの女子がみんなフミヤ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 とか言い出して、なんだよフミヤってって誰だよそいつって思ってたんですけれども、まあ一気に人気が出ましたね。でジャニーズと競合しなかったっていうか、ちょっとあのバンド色も出してたんで、ジャニーズがこうなかなか少年隊を出せないでなんかまごまごしてるうちに、あの渋学隊がこうパッとしなくなって、その感激をついてチェッカーズの人気が爆発的に上がっていってしまったって、まあ忖度とかその圧力がかける間もなくこう一気にヒットチャートを上り詰めてた。だから楽曲の強さで3曲同時にベスト10入りとかしたのかな。まあそれだけ勢いがあるとさすがにジャニーズパワーも止められなかったのかなって思ったりもしますね。でもう一人は吉川晃司ですね。これはもう正統派の安倍プロの沢田研二の後継者という感じで出てきて、あ新しいなって思いましたね。最初に出てきた時にすごくロック色が強かったし、やっぱまあグラムロックとかそういうものですよね。であの吉川晃司もそうなんですけど、藤井フミヤもそうなんですけど、ファッション性にも富んでたっていう。それまでの男性アイドルっていうのはなんかこうなんて言うんだろう、トシちゃんとかマッチみたいなあんな感じでだったじゃないですか。それに対して彼らはファッションリーダーでもあったんですね。この写真見てもこのフミヤのツンツンヘアもそうだし、あと吉川晃司の飯とかもそうですよね。うん、でフミヤのあのイヤーカプスってあの耳に巻くあのイヤリングって僕も真似してましたからね。だからチェッカーズのファンってわけでもないけれども、あのキッカーコーチのサングラスとかフミヤのそういうアクセサリーってのは真似するぐらい男性アイドルを変えた2人だったと思います。懐かしいですね。うん、で今キッカーコーチはキッカーコーチでかっこいいんですけど、フミヤがなんか今なんかうん、ちょっといまいちになってるのはちょっと時の流れを感じますけど、まあ仕方ないかな。自分もことも振り返って自分の鏡見ろって話ですけど、まあなるべく老化には抗っていきたいなとも思っています。というわけで80年のアイドルの2人組、うん、時代を代表する2人を紹介しました。そんなわけで戻りますけれども、2代目タイガーマスクの誕生とともに佐山の全日本プロレス登場、要は馬場がもう佐山に興味を失ったんじゃないかと思われていたんですけど、実はこの頃にあの馬場はコンチャに接触して UWF とタイガーの間に独占契約がないことの確認を取ってるんですね。うん、であの UWF の無限大記念日のビデオも入手してるんですね。でコンチャはそういう馬場の反応に驚いて、もうこの商売の機会っていうか絶好の機会を逃さないように、あの佐山タイガー
佐山自身に初めて前日への移籍話、登場話を初めて相談するんですね。しかしまあいろいろ北沢さんとかに言われたタイガーはそれに激怒して、その裏工作に激怒して机を叩いて拒否したって言われてるんですね。でタイガーはここでもうようやく初めて庄司こんちゃんが悪人だって確信するんですね。で押せよって話なんですけど、そして関係を断ち切る決意をしたんですね。まあ一度佐山はそう思ったらもうそれは強固なものになると思いますね。まあ新日本プレスだって突然引退したぐらいの男ですからね。でその後タイガーは密かにタイガージムの関係者を集めて庄司こんちゃんの自分が調べた悪行を暴露するんですね。でその悪行ってのは、まあ、前科8犯の元ヤクザで事務員の女性を監禁したって、でギャラの横領疑惑もあって、なおかつタイガージムでタイガーの権利を独占しているっていう。でその上で新しいジム設立の構想を明かすんですね。まあコンチャーとは切り離して新たなあのジムを作ろうっていう。でメンバーにはコンチャーとは距離を取るように指示したんですね。そんなわけでタイガーとトレーナーの山崎美和とはタイガージムに全く姿を見せなくなるんですね。それに対してコンチャはあの野郎たち来ねえな、ジムを放棄しやがってと憤りをあらわにしていたんですけど、実際タイガーたちが何を目的にして動いているかは全く把握していない様子だったって話ですね。でもう一つの局の UWF の方も手をこまねいたわけではないんですね。その UWF の浦田社長ってのはこのコンチャを騙し討ちにして、いわば呼び出して怖い人との同席の下でタイガーとあの庄司コンチネンタルプロモーションか、それの専属契約を放棄する念書を書かしたんですね。でコンチャは囲まれちゃって参ったよ、脅迫させられて念書に反抗させられちゃったよってこうぼやいてたらしいんですけど、まあなんていうかタイガーをめぐる争いも来るところまで来たなっていう感じがしますね。でこんなような微妙な時期にあの大阪でイベントが行われるんですね。大阪高島屋のイベントですね。そこでタイガーはザ・タイガーとは異なる不思議なマスクで登場するんですね。で額のこの部分がご覧のようにひし形の新しいデザインで、通称大阪タイガーって後に呼ばれるようになるこの時限りの不思議なマスクなんですね。でさらにあのコスチュームじゃなくて服装は普段着姿って実に微妙な格好ですけどね。だからまあ一応ザ・タイガーとして参加してるんですけど、コスチュームも何も違うんでザ・タイガーではないんですね。で結局これがザ・タイガーとして佐山が公に出てくる最後の姿となったんです。でその後タイガーと UWF は合同会見してタイガーの UWF 専属契約を発表したんですね。まあこれは予想された動きですね。あの庄司こんちゃを囲んで念書を書かしたわけですから。まあこれに対して当然こんちゃは指導放棄によるジムの閉鎖というものと UWF の暴力的な移籍の強要っていうので、あのタイガーと UWF に訴えると告発文を発表したんですね。まあこんちゃからしてみれば当たり前っちゃ当たり前ですよね。でさらにはここで重要なんですけど、ザ・タイガーの権利関係は自分にあると主張したんですね。うん、ここがね結局タイガーマスクの解明騒動っていうのはその権利が誰にあるかっていうのがすごく大きな問題で、その権利から逃れるために新しいものを生み出すと今度はそれがまた新たな誰かに飲み込まれていってしまうっていう。だからタイガーマスクってすごい本当にとんでもないスーパースターですごい価値観があったんですけど、そういう周りの寄ってたかってのをごたごたに巻き込まれるたびにやっぱり価値を少しずつ落として少しずつ過去の人になっていったっていう。で佐山自体もやっぱりなんかそのキレのある体つきではなくなっていったような気がしますね。でそういう中で今度は逆にタイガーはコンチャーをギャラのピンハネで訴えるんですね。それは無限大記念日のギャラなんですけれども、まあ、ワンマッチ100万円だったかな、だから結構当時にしては高額ですよね。でもそういう裏事情がこう次々、まあ、専門誌の週刊プレスがそういうことを扱って、まあ、あんまり綺麗なものじゃないものをファンも見せられていた
頃だったんですね、うん、まあ嫌になっちゃうような時代でもありましたね。でその後 UWF 道場での合同練習というのが行われて、まあこれ今見ると信じられない佐山のキックをこう前田がミッドで受けるっていう、今もしこんな光景見たらもうみんなもう感涙にむせんでしまうような信じがたいシーンなんですけど、まあこの合同練習後にあのなんだっけな、ザ・タイガーか、ザ・タイガーは改名してスーパータイガーとして UWF のシリーズに参戦することが発表されたんですね。でそのスーパータイガーのマスクとコスチュームはまだ未完成だって、でそれは後日公開されるってことも伝えられたんですね。でその報道の中に今回のそのギャラクシータイガーってものがあったんですよ。それはタイガーの新リングネームはギャラクシータイガーが有力だったが結局はスーパータイガーに落ち着いたっていう、まあそういう一文があったんですね。でこれどこに書いてあるのか僕今必死にソースしてるんですけど、シュープロではなかったんですね。だからゴムだったのか、あと当時はあのビッグレスラーとか、あとザプロレス、あとなんだエキプロとか、あとファイトもありましたからでまあ当然あの日刊スポーツもトースポもタイガーに関しては扱ってましたから、まあそのどれかなんですけど、ちらっとその新リングネームはギャラクシータイガーが有力だったがスーパータイガーになったみたいなのが書いてあったんですね。でも僕それすごい心に残ってたんですね。なんでかっていうと、あギャラクシータイガーって名前の方がかっこいいじゃんってその時すごい印象に残ったんですよね。だからそういう思いがあったんです。でこっからどうしても推察というか憶測がベースになってしまうんですけれども、まあこっから僕のちょっと考えっていうかそういうものを話していきたいと思います。でタイガーがその無限大記念日で参戦した6月からUWF 専属契約の発表がされたこの8月にかけて、多分その庄司コンチャには極秘でタイガーの新キャラの制作がなされていたんだと思いますね。要はあの庄司コンチャが権利を持っているザ・タイガーじゃない新しいキャラクターを密かに作り出そうっていう、そういう動きがあったんだと思います。でそこで新リングネームとしたのはギャラクシータイガーの方だったんじゃないかって僕は考えてるんですね。うん、でその上でこのギャラクシータイガーっていう名前はタイガーがタイガーマスクからザ・タイガーという名に変わる際、ザ・タイガーという名前を決める際にも有力な候補になっていたのではないかと思ってるんです。でその時点でギャラクシー用のプロトタイプマスクが作られた可能性も考えられるんですね。まあ何が言いたいかっていうと、冒頭で見せたカズ・ハヤシの幻のタイガーマスクっていうのはその時に作られたギャラクシータイガーのプロトタイプだったんじゃないかって僕は思ってるんですね。でそのボアの彩色っていうあの横のあの白いヒゲの部分の彩色っていうのは当時のそのブラックタイガーのボアの部分に酷似してるんですね。ということは1983年末から1984年の年明けにかけて制作されたと推定されるんですね。これってのはあのタイガーがタイガーマスクを引退して次どうなるのかっていうのを庄司コンチャと新馬久志が争ってた時代、つまりザ・タイガーとライダー・イン・ザ・スカイという名前が争っていた時期と合致するんですね。だからその時期に多分このギャラクシータイガーというもののプロトタイプも作られていたんじゃないかって僕は思うんですね。それがコンチャとの決別によってザ・タイガーが使えなくなりますよね。でその後タイガーがアパートの段ボールの中に結構その辺まで使っていたマスクを無造作に保管していたっていうんですね。その様々なマスクの中からプロトとして作られたこのカズ・ハヤシマスクを見つけたのではないかって僕は思うんです。まあ、ちょっと分かりづらくなってしまったんですけど、結局最後終的にザ・タイガーっていう名前を使えなくなって新しいキャラクターを作らなきゃいけなくなった、その時に佐山のあのアパートの中にあったマスクの中からこのギャラクシータイガーのプロトタイプを見つけてきてこれでいこうっていうことになったんじゃないかっていう話なんですね。だからそのカズ・ハヤシのマスクをもとにギャラクシータイガーをまた新たに生み出したんじゃないかって、そしてそのマスクこそが先ほど出てきたこの大阪タイガーなんじゃないかって思うんですね。
少なくともコンチャを切るって考えていた時点で制作されたマスクなんで、まあ、ザ・タイガーの次の顔っていうものだったのは間違いないんですね。それでいてちょっとしたダミーだったとも思うんですよ。そんなわけで時系列順に並べてみますけど、一番左が1983年末から1984年初頭にかけて作られたギャラクシータイガーのバージョン1というカズハヤシ所有マスクですね。でもこのマスクのデザインはやっぱそれまでのタイガーマスクのデザインにちょっと似すぎですよね。でそれで新たに作られたのがザ・タイガーですね。で結局このザ・タイガーが採用されて1984年の3月から無限大記念日が終わる1984年の夏の終わりまで使用されるんですね。そしてその隣にある大阪タイガーっていう、これは1984年の8月、つまり佐山が庄司コンチャから離れようとしている時期に制作したマスクなんですけれども、やっぱこのギャラクシータイガーバージョン1っていう一番左のマスクとの類似点もありますし、ザ・タイガーのマスクのデザインも取り入れられてるっていう、そういう2つのマスクの融合形みたいなものがありますよね、これってデザイン的に。そしてこれはあくまで仮のマスクで、おそらくギャラクシータイガーとして発表する際に額のあの大阪タイガーのひし形となんかこの矢印マークの融合みたいなところにブルーラメが入って、そこにおそらく北斗七星が散りばめられたんじゃないかなって思ってるんですね。でまさにギャラクシータイガーとしてそれでデビューしようとしてたんじゃないかって僕は思うんです。でマスクはあの UWF の中のタイガー派の社員が独自に準備していたと思うんですね。で栄養としてはやっぱりあのシューティングの佐山悟よりもマスク姿で空を飛ぶタイガーに期待していたんですね。うん。だからその元々のこのカズハヤシの所有マスクっていうのは、あの新マスク制作のやっぱりその参考になったと思うんですね。でその際にあのおそらく佐山の家から借りてきたこのカズハヤシ所有マスクっていうのを事務所にそのまま保管されてしまったんじゃないかって。でその後やっぱり UWF が解体して事務所を閉める際に、まあ誤ってこのマスクっていうのが、誤ってるのかな、まあ新馬さんっていう、あの新馬さんに返却された、だから新馬さんはあのこのカズハヤシマスクを持ってたんじゃないかなって僕は思うんですね。わかりますかねちょっと複雑ですけど、まあ数奇な運命って言えば数奇な運命で、それをそのまま言葉にして説明するとこうなってしまうという感じですね。じゃあここまで準備しておいて、なぜギャラクシータイガーがボツになったのかっていう話なんですけれども、これはタイガーこと佐山悟本人がスーパータイガーを主張したって言われてますね。で近年のインタビューではスーパーマンが好きだったっていうことが理由だったとしてるんですね。他にもなんかフライングタイガーじゃちょっとまずいとか、そういうまあ軍事オタの佐山ならではの理由も言ってたりするんですけど、まあそういうことなんですね。でタイガーはまあ言うまでもなく当時革新格闘技志向っていうか、まあ総合格闘技のなんか創始者としての志向が強くて、ファイトスタイルもそういうものを目指していた。だからギャラクシーってなって、まあ空を飛ぶイメージとか銀河をかけるイメージってのをやっぱ避けたかったんじゃないかなって思ったりするんですね。でそれに加えてギャラクシータイガーっていうのは、そのザ・タイガーっていう名称を決めるときに、まあコンペじゃないですけど、まあ候補だったことも僕は問題になったと思ってるんですよ。要は訴える気満々だった当時の庄司コンチャが、あのギャラクシータイガーに対しても俺が考えた名前だって難癖をつけてくる可能性があったと思うんですね。でさらにジムの名称って考えますね。佐山は新しいジムを、だから庄司コンチャが作ったタイガージムじゃないジムを作ろうとしていたっていう、その場合にジムの名称と考えるとギャラクシータイガージムよりもスーパータイガージムの方がなんか響きがいいですよね。でタイガーはそもそもジムってもう自分は25歳を超えていたんで、その現役選手ってのはあんま考え当時は考えてなかったらしいんですね。だからそもそもジムを主体に考えていたので、その辺もポイントになったんじゃないか、スーパータイガージムっていう分かりやすい名称にしたかった、だから自分はスーパータイガーだって
いうことにしたんじゃないかなって思いますね。あともう一つはマスクの問題ですね。マスクについてもやっぱり全日本の2代目タイガーマスクが梶原一騎のお墨付きだったんで、やっぱりちょっと虎のイメージが強いマスクっていうのは、虎の配色っていうかな、は避けなければいけない、そういうマスクを制作しなければいけないっていう思いもあったと思うんですね。とはいえ営業サイドの強い希望もあって、タイガーの名前とマスクは捨てられないんですね。だからまあその上でこれまでの虎のイメージとは離れた新しい虎って、黄金の虎のイメージとはなるべく離れたものを考えていったんです。だからそれゆえに虎としてはありえないこの紫っていうものを採用して、さらには念を入れてこうボア形状も変えたこうマスクを制作したんですね。でこうして新マスクマンスーパータイガーが正式に誕生したんだと思います。そして翌1985年1月にスーパータイガージムをオープンしたタイガーは、まあ総合格闘界の黎明期を彩るような名選手を輩出していったんですね。だから MMA 総合格闘技を発明した人って、それが佐山悟だって佐山自負してますけど、まあ本当にそうでしたね。そういうものなかったですからね、それまでは。だからすごいなって思うと同時に、やっぱりね、天才すぎる人間ってのは、まあ、こう言っちゃなんですけど、どっか抜けてるところがあって、そこをつけ込まれるっていう、そういうような、なんていうか、まあトドのつまりはそういうお話でしたね、今回のお話は。でその一方で、その後の庄司コンチャがどうなったかと言いますと、まあコンチャはこの例の念書強要事件っていうのを訴えたんですね。でまあヤクザを使って脅したんですから、そりゃまあ罪にはなりますね。それで UWF の浦田社長が逮捕されてしまったんですね。しかしその念書事件のヤクザって、まあそのヤクザそのものっていうのは、この庄司コンチャが過去に所属していた、まあ反社会的組織っていうか、まあ要は組ですね組の親分だったんですね、そのヤクザっていうのは。だから親分、もともとお世話になっていた親を裏切ってこう警察に行ったっていうのは、まああちらの世界ではご法度ですよね。だからコンチャのその後っていうのはもう心配されることになったんですね。でちなみにその事件っていうのは容疑否認で、嫌疑不足で浦田氏は釈放されてるんですね。でまあコンチャがどうなったかってみんなが忘れた頃の、そんなある日に一本のビデオが突然リリースされたんですね。それはさようならザ・タイガーっていう無限大記念日のザ・タイガーの試合集だったんですね。でザ・タイガーの判決というか、でそもそもこの映像の権利を持っていたのはコンチャだったんで、まあこれは最後の小遣い稼ぎだったのかなって思ったりもしますね、でそれで思うんですけど、どうせ小遣い稼ぎをするんだったら、まあ、自身が持ってる秘蔵のお宝ビデオを公開してほしいですね。で特に希望したいのは、あのダイナマイトキッドとの海外でのやっぱ試合ですよね。エキシビジョンでもそれは重要だと思いますね。しかもタイガーがこうスリーマークのマスクですね、あのエレファントタイガーってあのマスクではキッドと戦ってないんで、あのマスクでのキッドとの幻の対戦が見たいですね。とはいえなんですけど、そもそも庄司コンチャだったら、まあとっくにそういうものを使った金儲けに走ってるはずなんですね。でもそれがされてないっていうことはどうなんでしょうっていう話ですね。というわけでタイガーマスク引退と改名の最終回その3、ギャラクシータイガー編はどうだったでしょうか。まあ今回はちょっと自分の説明力不足をちょっと感じてしまいましたね。申し訳ないです。本当はもっと面白い話なんですけど、うまく複雑すぎて説明できないっていうか、なかなかうまく説明できなかった感があるんですけど、これ何回も作り直してるんですけど、文章とかなかなか複雑でうまく伝えられなかったですね。ただ分かりやすいことが真実じゃないですからね。人間ってなんか自分にとってこうストレートに胸に入ってることっていうのを割と真実って思いがちですけど、真実ってのは意外とごちゃごちゃしてて
思ってるのと違ったりするっていうのがあると思います。まあ今回は僕の妄想だったとは思うんですけど、なかなかいい線はついてると思います。で一番左のフライングタイガー編で、真ん中の、ライダーインザスカイ編、そして今回ギャラクシータイガー編ってやってきたんですけど、やっぱ当時のそのタイガーマスクという人をめぐる人間模様っていうのは本当ごちゃごちゃしてたなと思うし、やっぱりそのまあこう言っちゃなんですが、金のなる木のタイガーをみんなでこう取り合ってたっていうことなんですね。そんな中でタイガー本人はなんていうんですか、天才あるあるで、まあ、ひたすら自分のやりたいものを形にしていった。そうしていくうちに狭山に群がっていた人がみんないなくなってしまったっていうようなそういう感じもなんとなくしていますね、うん。で2代目タイガーマスクの生みの親となったあの大塚直樹さんが最近よく言ってるんですけれども、ジャパンプロレスが失敗した理由は何かっていう問いに対して、タイガーマスクがいなかったからだって言ってるんですねタイガーマスクがいなかったから失敗したんだって言ってるんです。だから新しい違うタイガーマスクを作るんじゃダメだったんだって。あの時に何が何でもタイガーマスクをゲットしていたら、またプロレス史って、それどころか格闘技史っていう、もしかしたら今の歴史そのものが変わっていたのかもしれないなって、それぐらい大きな存在だったと思います、狭山悟は。というわけで今回はこれで終わりにします。チャンネル登録もよろしくお願いします。もうちょっと分かりやすい話も、分かりやすい話もしていきますので、よろしくお願いします。それではまた。